飯塚王とファン感謝デー2018開会式ということになります。開会宣言を松尾支部長にお願いいたします。皆様おはようございます。日頃より高校年生のご声援誠に感謝申し上げます。また本日大雨の中ご来場いただきありがとうございます。本日はファン感謝デー選手感謝の気持ちを込めまして2018年飯塚王とファン感謝デーを開会いたします。松尾支部長ありがとうございます。皆様お気持ちお願いします。皆様よろしくお願いします。それでは記念金に投げ込みが行われますので、まあ、記念金を持たれている選手は一歩前に投げていただいてですね、はい、どうぞファンの方がプレゼントをお渡しください。それでは予定されておりましたソウルのイベント、ソウルイベントあいにくの天候で中止となりました。タンデム走行と鎌本さんデモ走行、そしてスタート見学3つは中止です。代わりのイベントといたしまして、11時40分から12時10分30分間の間、選手会主催によりますメカニカルスクールとエンジンかけをこちら大型モニターの、ね、裏で行いますので、またアナウンスさせていただきます。さあ、そして今回目玉といたしましては最高級、ね、最高級の牛佐賀牛の丸焼きですけども、この後ということになりますね、12時頃から風水付近に出ということになっております。限定300名様で販売が行われます。何かありましたら正面入っていただき、階段を見ていただきますと総合受付、総合案内がございますので、そちらにお申し付けいただきたいと思います。さあ、この後10時35分からはいよいよ皆さん参加してくださいね。声をかけてください。ちょうどですね、入ってすぐのところに